今日はドラえもんのマイナス100年なんですけれども、藤子ミュージアムオープン1年ということを記念して、ドラえもんに川崎市の特別住民票をこれから差し上げるようと思います。そしてまた本日からこの特別住民票は川崎市内7つの区役所がありますけれども、7つの区役所とそれから川崎区に支所が2つありまして、2つの支所において、平日に A4 番サイズのドラえもんにお渡ししたのと同じ特別住民票を皆様方にも差し上げる予定でございます。12万9千枚を無料で配布いたします。でまた9月30日まではインターネットでもダウンロードできますので、ぜひご覧いただきたいと思います。それから川崎市ではこの他にも本日9月3日から1年間に限定しまして、住民票あるいは各種の証明書ですね、その台紙にドラえもんやパワーマンなどのキャラクターを透かしに入れたものを1年間限定で発行いたします。ぜひ川崎市民でない方は川崎市民になって証明書をお取りいただきたいと思います。